アシタビューラ港の鉄道創車場アシタビューラは、アメリカ合衆国オハイオ州北東部アシタビューラ郡の都市である。2003年に、アメリカ合衆国国勢調査局が定起した、アシタビューラ小都市圏の中心である。19世紀半ばに、地下鉄道の主要地点だったアシタビューラは、現在クリーブランド市の北東、アシタビューラ川が、エリー湖に注ぐ河口にある、石炭石出港である。 アシュタビューラという名前は、レナペ属インディアンの言葉で、いつも分け与えるだけの魚がいるという意味の、アシュテッピルから来ている。2010年の国勢調査では、人口19124人であり、2000年の2962人からは、1838人、8.8%の減少だった。詩人のカール・サンドバーグは、アシュタビューラで、ポピーが咲くときに、 おはようを横切ると題する詩を書いた。バーン・スナイダーが書き、1960年に出版された、アシタビューラからの王様と題する小説もある。ボブ・ディランの歌、俺は寂しくなるよでもアシタビューラが歌われている。アシタビューラ氏では、毎年5月下旬あるいは6月初めに、ブレッシング・オブ・ザ・フリートの祝祭を開催している。この祝祭の一部として、 アシュタビューラ港で更新と礼拝が行われている。2007年にはフィンフェスト USA も開催された。アシュタビューラ市となっている場所には1803年に入植され、1891年に法人化された。南北戦争につながる時代にアフリカ系アメリカ人奴隷を自由のあるカナダに運ぶために使われた地下鉄道では、いくつかの停車駅があった。その中でも、 ハバード邸は数少ない終着点の一つだった。元奴隷たちは湖に隣接した家屋の地下室に住み、次に利用できる船でカナダに渡ってオンタリオ州に着いた時点で自由を獲得した。その港は19世紀末から大型の鉄鉱石と石炭の積み出し港となり、現在もペンシルベニア州の製鉄所に送られる石炭の長い傾斜搬送路や鉄鉱石の積み下ろし施設がある。 19世紀末から20世紀初めに、アシタビューラに入ってきた者たちの多くが、フィンランド、スウェーデン、イタリアからの移民だった。これら民族集団間の競争意識がアシタビューラでの、日々の生活に、大きな影響を与えていた。現住民の中で、かなりの比率のものがそれら移民の子孫である。地の人口は1970年まで、着実に増加していたが、それ以降は減少している。 1876年12月29日、アシタビューラ川鉄道事故、あるいはアシタビューラホラー、アシタビューラ橋事故などと呼ばれる国内でも最大級の鉄道事故が発生した。レイクショアミシガンサザン鉄道の第5号列車ザ・パシフィック・エクスプレスがアシタビューラ川橋を渡っているとき、トラス構造の橋が崩壊して、 二両ある機関車の一両と客車11両を150フィート下の凍ったクリークに墜落させた。客車のストーブから出火し、乗っていた159人のうち92人が死亡、64人が負傷した。アシュタビューラという名前の鉄道フェリーが、アシュタビューラからオンタリオ州、ポートバーベェルまでの運行に使われていた。このフェリーは1906年に浸水し、 1958年に他の船と衝突した。アシタビ日ラでは20世紀に大きな変化が起きた。エリー湖に面し30マイル近い湖岸線があることで、積み出しや商業の中心としての発展を促してきた。1950年代、科学産業が拡大し、港湾活動が増加して、五代湖でも重要な港湾都市の一つとなった。地域に昔からある産業は、 市政部のアメリカ国土20号線沿いにあるロックウェルインターナショナルの工場があり、ここではスペースシャトル計画でブレーキを製造した。また21番通り東にある反応金属押し出し工場では使用済み濃縮欄の押し出し整形を行った。アシュタビューラ港では毎年ブレッシング・オブ・ザ・フリートの祝祭を開催している。その期限はアシュタビューラに入った。 ポルトガル人とアイルランド人の漁師、および船乗りに遡ることができる。1930年代、ブレッシング・オブ・ザ・フリートは、少数の船乗り、教区の聖職者、信徒が行う4月初旬の小さなほとんど個人的な祭事だった。1950年までにマザー・オブ・ソローズ教区の日ご下にある公的な儀式となった。1974年、 アシタビ日ラの宗教と港の地域社会をすべて巻き込む地域の行事となった。沿岸警備隊基地と港博物館がアシタビ日ラの海洋遺産を保存することに貢献している。アシタビ日ラ市は北伊41度52分38秒整形80度47分49秒、北伊41.87722度整形80.79694度、 41.8772にマイナス80.79694に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は7.91平方マイルであり、このうち陸地7.74平方マイル、水域は0.17平方マイルで、水域率は2.15%である。アシュタビューラ市の北はエリー湖であり、アシュタビューラ川が注ぐ位置に優れた港がある。 アシタビューラ港は石炭の主要な取扱い港であり、現在も活躍している。公的な湖浜が2つある。港に近いウォルナットビーチと港とは反対側の当初公共事業促進局が活動したレークショア公園である。アシタビューラ川と港は過去に水路の工業的乱用があったために、現在はスーパーファンド的用地になっている。市の一部は アシュタビューラ軍区に、また一部はセーブルック軍区に入っている。当期にはかなりの量の雪が降る。年平均降雪量は68インチである。雪の多くは湖水降下雪から降るものである。アシュタビューラ鉄道の石炭運搬化車以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 アシタビューラ地域教育学区は、レイクサイド高校を含む、アシタビューラ市の公立学校を管轄している。県都州立大学、アシタビューラ校も市内にある。アシタビューラ軍医療センターは、アシタビューラ軍にあるいくつかの専門性が高い病院である。オハイオ州北東部のアシタビューラ軍と、周辺地域から患者を受け入れている。系列にクリーブランドクリニックがある。この病院には、 群で唯一の行動医学室、睡眠障害研究室や多くの特化したサービスがある。付属のアシタビューラクリニックは、小児科、内科、家庭医療、肺疾患、神経学、精神医学、睡眠障害、心臓学、胃腸病学、眼科学、一般外科、整形外科、泌尿器学、自貧効科、足病学、腫瘍学の専門分野で外来治療を行っている。 軍内にはサテライトクリニックもある。2008年12月、心臓科テーテル研究室を初めて設置した。新しく改装された参加ユニットでは、産科婦人科治療と母性出産サービスを行っている。第二次世界大戦時、アメリカ海軍はインディアン語のこの川の名前を公開中の感染に給油する艦隊給油艦に使った。 アセス・アシュタビューラは1943年に就役し、1982年に退役した。第二次世界大戦では、従軍聖書4つ、朝鮮戦争で4つ、ベトナム戦争で八個を受けた。1995年に一部スクラップにされ、2000年10月15日に艦隊演習の標的となった。アシュタビューラという名前を持つ艦船は、この一隻のみである。 ありがとうございます。